はい、こんにちは、メナンコです、今日のニュースですね、川崎重工、年功賃金を廃止ということで、来年度成果重視ということですね、年功制を全廃して、工場を含む、1万7000人対象ということですね。総合重工大手の川崎重工は26日本日ですね、2021年度から年功、賃金制度を撤廃することを明らかにしたと。で、給与のうち年齢に応じて支給する分を撤廃すると、努力や挑戦を評価し、役割や成果を待遇に反映させる、新人事制度を導入し、従業員の意欲を高めるのが狙いと。新制度の移行は一般従業員約1万3000人が4月から管理職は4000人管理職約4000人は7月からとする。生産部門は従業員では熟年度の評価を賃金に反映させると。で、管理職は職務ジョブの内容に賃金を関連付けるジョブ型人事制度に近い考え方を採用と。ポストのほか、目標の達成度に応じて、賃金に差が出る仕組みとするということなんですよね。まあ、ね、年功序列をね、廃止するっていうことで、まあ、いいニュースだとは思うんですが、まあ、いろいろまあ、突っ込みどころはありまして、まあ、まずね、一般従業員1万3000に対しての管理職4000なんで、3分の1が管理職なんていうことですかね。3人、1人管理職のうち一般社員が3人っていうのは、こういうね、メーカーはちょっとわかんないんですけども、なんかね、多すぎるんですよね。多すぎるような気がしますよね。前のなんか NHK も、リストラする割に管理職がね、多かったんですよね。3人、多いような記事だったんですよね。まあ、非正規社員とか、その工場でパートとかそういう派遣とかが多いってことなんですかね。ちょっとわかんないですけど。まあ、決算ね、川崎重工ですね。2月4日に発表した2020年度第3四半期累計4月から12月の、連結決算は売上高が1兆320億円、前年同期の日の9.1% 減、営業損益が37億円の赤字、前年同期は309億円の黒字と、で、当期純利益は139億円の赤字と、同47億円の黒字ということで、前年度が黒字で、で、今回赤字転落をしてしまってますと、まあ、ね、製造業なので、まあそこまで、赤字といっても、まあ、そんなに、まあ、すごい赤字ではないですよって、鉄道とかね、ああいう航空会社とかに比べてはね。ということなんですが、やはりその人事制度の見直しっていうのをかけてきて、まあ、売上面に関しては前年同期比で1029億円のマイナスと、大幅な減少とはなっているが、減少幅は第二四半期よりも縮小していると。で、営業利益面では新型コロナウイルス拡大の影響が、主な原因で347億円の減益となっているが、航空宇宙システムを除き、コロナによる損失は落ち着きあるということなんですよね。で、精密機械、ロボット、モーターサイクルの回復が著しく、10月から12月の営業損益は181億円の黒字に転換し、着実に改善しているということなんですよね。山本社長は第三四半期決算を統括したと。受注に関しては、まあちょっとこれ長くなるからいいですね。ちょっと、まあ、そういうことです。まあ、黒字ですけど、まあ、ね、来期はね、しっかり、まあ、着実に、ね、改善してるということで、その中でやっぱりその人事制度を、その、ね、変えていこうっていうのはね、ある、やっていくっていうことなんですが、まあね、あるね、いいね、選択だとは思いますけどね、ね、川崎重工ね、株価ね、本日の終値でね、今日日経平均がね、1200ぐらい下がってるのに、
2円しか下がってないですよね、川崎重工の株 0.08%、 割に2388円で、これもですね、年初来で私持ってたんですよね。これ結構ドンピシャで買ったんですよね。年初来ですね、10月29日昨年1231円から、今はもう2倍以上になってますね、2388円なんで、年初来なんか落ちすぎてて、決算の内容とか見てもこんな落ちるかと思ってて、1250円ぐらいで買ったんですよね。そしたら急激に上がってって、なんか4万ぐらい上がった時ちょっとビビって売っちゃったんですけど、結果的にはその後13万上がりましたよって、まあ、100株で持ってた場合ですけど、まあこれでも分かんないですよね。やっぱね、安いところで買って高いところで売るっていうのはね、株の鉄則というかですね、まあそれが分かればね、も苦労しないですけど、まあいいや、それは。まあ株価ね、まあもう回復してますよということで、やっぱりね、働く人ですよね。まあ利益を社員にね、還元して、帰属の意識を高めるっていうのは正解っていうのはあるんですけども、まあ、成果主義を求めるのであれば、職務内容に明確したジョブ型のですね、前も動画あげましたけど、雇用にしないと、機能しないのではないかなとは、個人的には思うんですよね。で、今のメンバーシップ雇用ですね、新卒一貫採用、JAL だとか JR 九州だとかね、採用をやめるっていうニュースもね、それも動画上げてますけど、で、ガラリと変えられるかっていうところですよね。で、あとは、まあ、何をもってその成果とするかっていうのは難しいですよね。人間のその、ね、管理職がね、この3分の1ぐらい管理職なんですけど、やっぱり人の好き嫌いだったりだとか、同じことやってても、A さんという管理職の人には評価いいのに、 B さんに当たっちゃったらね、ダメだとか、なんかその配属ガチャじゃないですけどもね、ありますよね。自分に合う人、合わない人、その逆もしかりですけど、上司はね、選べないですしね、親と上司は選べないって言いますかね、まあ、部下もね、なかなか選べないかもしれないですけど、まあ、部下の方が圧倒的に弱いですけどね、ダメだったらね、飛ばせばいいやとか、まあちょっとブラックなことなんで、もうこれ以上は言えないですけど、まあ、何をもつその成果っていうのが、まあ、平等でね、やっぱりね、日本企業ではね、難しいっていうことで、特にね、こういう製造業では、何で評価すんのって感じですよね、工場とかね、数量で評価すんの、仕事の早いで評価すんの、それとも、何、飲み会の参加率が高いからで評価すんのとか、ね、いろいろね、あると思うんですよね、やっぱり。評価するのも人ですからね、結局ね。そうなると、まあ確かに年功序列で、年齢だけね、上がっていって、評価されるっていうのもどうかと思うんですけど、こういうなんか成果主義っていうね、あり方も、簡単にじゃあ成果主義にしますって言った時に、やっぱり今までね、失敗してきた企業も多いので、何をもってその評価するだとか、その平等に保つだとか、ちゃんとして、評価をしてあげないといけないなとは思うんですけどね。まあ難しいところですけどね。まあ、ただやっぱりその、前のジョブ型採用とメンバーシップ採用じゃないですけども、一歩ですね、その、日本のね、企業の、悪しき風習じゃないですけど、その新卒一貫採用から抜け出して、やっぱり利益重視だったりだとか、そういう、ね、株主にね、向けてね、今ね、川崎重工ね、配当もね、ないし、株主優待もないので、まあそういった還元だとか、その利益に向けてね、モチベーションを上げていくのかなとは思っていくので、今後もね、期待というかですね、おこがましいですが、川崎重工の飛躍をね、かけながらね、思っています。はい、それではですね、本日の動画、良かったと思う方、チャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは長々すみません。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それでは。